環境、食料、農村地域省は、環境保護、食料生産、食品基準、農業、漁業、及び農村社会を主な所掌業務とするイギリスの行政機関。本庁舎は、ロンドンのスミススクエアのノーベルハウスに所在する。2001年6月に、マーガレット・ベケット大臣の下で、農漁業食料省と、環境、運輸、地域省の一部、及び内務省のごく一部が合併して設置された。2001年2月から、イギリス各地で発生した口蹄疫に適切に対処するために、迅速な対応が取れていないとみなされた、農漁業食料省を改め、設置された。2008年1月時点の中心となる職員の数は約9000人であった。2008年10月、環境、食料、農村地域省の気候班とビジネス、企業、規制改革省のエネルギー班が合併し、エネルギー、気候変動省が新設された。環境、食料、農村地域省の所掌事務は以下の通りである。環境、食料、農村地域省が所管するエグゼクティブエージェンシーは以下の4機関である。ありがとうございます。